しらな、汚ねえ忍びなんぞする気ないんですわ。登場会には登場会なんで起きてってもんがあんだ。あんたが昔いた近江連合みたいなやり方には正直ついていけねえ。そうだ、登場会改革なんか知らねえが、近江みたいに金の亡者になるつもりはねえぞ。雑魚がピーチクピーチクうるさいんだい。ろくに結果も出せない連中がごちゃごちゃ騒ぎよって、綺麗事抜かすならきっちり収めるもん収めてからいいや、ボケが。何言うぞ。シート若い5代目に気に入られたからっていい気になるよって、この前まで3次段階のペーペーだった新参が偉そうな口叩くね。新参か新参でないかはもう重要じゃないんですよ。通常残せる人間を幹部に登用し、稼げない人間を排除する実力主義に基づいた血の入れ替え施策、それが5代目が進めてこられている登場会改革です。結果を残せる人間なら新参だろうが子参だろうが力を与えられるんだ。つまり結果を残せる我々があんたらに偉そうな口を叩く権利はあるということです。何やぞてめえこんな野郎。できねえぞ。静かに願いたい。よろしいですか。ではこより緊急席じゃねえだ。黙って見とけ。ねえねえ。なんじゃあな。どうやってるんだね。バカ。どうしたんだ。こんな大金。俺草野球がしたって。金貸した時の担当に神室町近くの空き地をチーとばかり手に入れとったんや。どちらなんや、でかい企業がそこにビル建てたいからこそ言うとる言うてんよ。適当に言ったけたらこんだけの金になったっちゅうわけや。うん、ま、俺がチートばかり本気になればこんなもんや。しかし困ったの。稼いだ額でメンツを決めるんなら俺が若頭になってまうの。五代目あんたや、人事でも何でも己の好きにしたらええ。せやけどな、あんまり同情会になるとそう会員に手噛まれるで。五代目どうします。一度本件は持ち帰りとする。次回の幹部会の際に改めて方針を決定する。なんや、座り心地あまり変わらんの。おい。あ？うん。信頼できると思います。新入りのお前が心配するようなことちゃうやろ。そうっすよね。すいません。まあ、登場会の5代目は寺田よ。あいつが黒といえば黒、白といえば白、それが俺たちの生きとる極道っちゅう社会や。あいつが信頼しとるんやったらそれでええやろ。ま、俺はどっちもうさんくさくて正直好かんだろ。俺もそう思います。だから登場会の若頭には親父になってほしいっす。俺は若頭になる気なんてさらさらないで。え、そうなんですか。当たり前や。寺田みたいなうさんくさい男と俺がうまくやれたんだ。言えるや。寺田は側近の上松を若頭にしたんや。登場会改革も結局は自分に都合のいいやつを考えそれたの口実や。出来レースってことですか。ま、そういうこっちゃ。最近は回りくどいことする極道ばかりや。俺みたいな極道はもう古いのかもしれんの。親父はまだまだ若いっすよ。お前に言われとんだよ。胸口叩いたんでさっさと車飛ばせ。あ、はい。何やお前、ひょっとして上松君のもんか。
出回しが早いやつか。かかってこいや。お前ら、どこのもんや。そんなことあり。あんた、自分の国の心配をした方がいいぜ。国の心配？どういうことや。事務所に連れて。